こんにちは、小鳥さん。こんばんは、小鳥です。今日はめっちゃ寒くて、外が鼻テッカテカじゃない？やば。今ちょっとスーパーから帰ってきて、こういう寒い日に食べたいのってさ、分かりますか？白菜のクリーム煮を今日は作っていきたいと思います。よーいどん。ということで、改めましてこんばんは、小鳥です。今日はね、最近あった感慨深いことについて話したいと思います。私 YouTube 始めてもうすぐ2ヶ月とかなんだけど、まあ、やっとね編集とかにも慣れてきて、動画を上げた後のねリアクションとかコメントとかだったりで YouTube 楽しいなって感じることが増えてきて、本当に視聴者の皆様のおかげです。ありがとうございます。それでね、まあ、もうちょい本格的に編集とか勉強したいなって思った時に、自分で10年近く YouTube やってること最近仲良くなっていろいろ習ったりしてるんだけど、普通にさ、私、まあ、初めてまだ2ヶ月ちょっとだからさ、大先輩じゃん。でもなんと年が私の5個くらい下なわけよ、その子のね。なんか小学生の頃から YouTube してるらしくて、いやなんか時代だなって感じがしました。先生って言ったらさ、今までは年がいくつも上の人って感じのイメージだったし、まあ、概念的にはそれが当たり前だったけど、もうこれからの時代はそれは違うんだなって感じで、まあ、これからテクノロジーがますます進化したら、生まれた時からさ当たり前にスマホを渡されて、もうアプリとかサクサク触ってる年下世代の方が先生ってなってくんだなっていうのをね肌で実感しました。もうさ、センスが桁違いすぎて、私横で見てたんだけどさ、チャ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 ってなんか操作してたけど、もう何してんのか私全然分かんなくて、もう言葉がね出なかったよね。ですってか、なんかその子まだ学生なんだけど、卒業制作で曲を作ったらしいです。いや曲って何っていう。でも聞かせてもらったんだけど、もうカラオケの履歴とかに入ってても全然違和感ないくらい流行ってそうな、もうイケイケな曲でした。天才だよね。もうすごい、本当に憧れます。いや、クリエイティブな人かっこいいって思った。だって自分を表現する方法がさいくつもあるってすごく素敵じゃない？曲だってよ、曲。これからのプロポーズとか告白のね手段として曲をプレゼントってのも流行りそうだなって、女性側からしたら嬉しいよね。だって世界に一つだけの花じゃないけど、世界に一つだけの曲だよ、オリジナルって言ったら。まず私恋フェチだから、そんなことされたら間違いなく落ちちゃうんだろうなって思います。まあ、そんな話は置いといてですね、今回は白菜のトロトロ煮的なクリーム煮を作ってるんですけど、こんな感じに出来上がりました。冬といったら食べたくなるよね、こういうの。そうだ、あと1個話したいことがあって、動画の途中にさ入るアイキャッチってあるじゃないですか。でそのアイキャッチを私さ、どういうのにしたらいいんだろうと思って、チャンネル登録よろしくねとかで、私せっかく今仕事がなくて、本当に周りの友達にすごく支えられてるんですね。でだからそういう私の大切な人たちに小鳥ちゃんの日常って言ってもらって、それをねこう友達の声でね喋ってもらったやつを使っていきたいなって思ってて、今ね素材を集め中です。なのでこれを見てる私のお友達の皆さん、次会ったらぜひ声をくださいって感じで、引き続きね動画投稿を続けていきながら、こういう料理も私好きなので、たくさん何か作っていけたらなって思ってます。なのでリクエストください。ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。本日はこういう和洋折衷夕食でお送りしました。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。